はい、皆さんこんばんは。いかがお過ごしだったでしょうか。皆さんの周りも結構いろいろあったんじゃないですか。大丈夫ですか。楽しい、月末、なんか今回の、シルバーウィークでしたっけ、9月の4連休とか、皆さんもね、いろいろと出かけられた方、お家で寝てた方、あるいは何でしょうかね、ずっと一人でずっとドミノ倒しをしてた方とかいろいろいらっしゃると思いますけども、楽しい、シルバーウィークだったでしょうか。じゃあ早速自己紹介から参りましょう。まずはピンクの可愛い小悪魔、紫のギタリストこと、ゲーマー悪魔、18人でした。グッドバイですってことですね。出てました。はい、そして私真ん中にいらっしゃるのはですね、いらっしゃるのは、最近ダイエットをやっておりまして、なかなか体重があれなんですよ。なかなか体重が途中から下がらなくなったんですけど、またちょっとずつ下がり始めましたんでね、ちょっと痩せていきたいと思います。イオシスの博士ことニックマでございます。よろしくお願いします。はい、この3人でお送りする番組でございます。この番組は、普段は悪魔と小悪魔が両方出ることあんまないんですけども、1ヶ月間の活動をですね、振り返っていくみたいな、番組だったんですけども、コロナがいろいろありまして、でイベントの、ね、話もできずに、去年のイベントのことを振り返ることもありました、今まではね。ですけども、よいよと、今日はですね、結構いろいろイベントやったお話をちょこちょこできるのかなと思っているんですけども、その前に画面でもうすでに映ってると思いますけど、私の顔、それから悪魔の顔、小悪魔の顔出ておりは、あ、ピザないです、今日はないです、ピザないです、ないです、ないです、そう簡単にピザを召喚できると思うなよ。スタンプ、これすみません、高橋さん、これはあれなんですか、これは何でしょうかね、皆さんがいっぱいいっぱい課金してくれた末に出てきた機能ということですか。はい、なるほど。ということで、サブスクでピザ出ないですね、まだね、集まってないです。それはピクシブファンボックスに期待を寄せましょう。ということで、何でしょうかね、まあいろいろ、あのね、ツナとコーンがいいなということだから、ピザのことですね。もう一瞬ツナートってあった時に、ツナイトツナの話をするかと思って、小っちゃんもなんかいつの人だっけって思っちゃいましたけどね。そんなことないです。さあ参りましょう。ということで、スタンプの件、これじゃあドネーション、あ、違う、これサブスクに参加してくれた人はもう自由に打てる。はい、打てるということで、あなたもですね、ぜひ悪魔、小悪魔、ニックマのこうスタンプをしたければ、ぜひですね、サブスク入っていただければありがたいと思いますし、このサブスク自体はですね、なんかサブスクの時代、そうです、神の力を使って Amazon プライムとかに入ってると、なんか1ヶ月無料で毎月クリアになっちゃうけど、何でしょうかね、俺みたく韓国のりを箱で頼んでる場合じゃなくてですね、入れていくっていうのが大事でございます。違うの、いや、ほんと聞いてくれる、いや、ほんとね、最近やたらと韓国のり食べてまして、スクミスの世代、いやそうですね、世代的にはね、そう、美味しいんですよ。ちょっと塩分がね高めなんで、血圧の薬を飲んでる私としては、そういうところも気をつけなきゃいけないですけど、まあ1日ね2パック3パックぐらいまではいいのかな、個人的には決めております。さあ参りましょう、私の話はね。そのまま、当然だね。当然だね、そのまま行きます。なんかね、結構ね、韓国なりの話をするとちょっと長いんですけども、塩気が多いところもあれば、ごま油が多いところ、それからですね、意外に健康に気を使ったために、普通の海苔なんじゃないかと思えるようなところ、いろいろございますけどもね、一番の気になってるポイントとしては、韓国海苔が入っている売っているケースが、なんであんなに大きいサイズなのかがちょっと僕わからないっていうのはちょっと気になってますけどもね、それはまたおいおいね、韓国の業者の方がもしリスナーにいらっしゃれば、コメントいただければと思います。さあ早速参りましょう、イオシス熊牧場2020年9月号、まずはイベントレポートでございます。一つ目はこのイベントです。小樽旧須原邸に行ってきました。
韓国料理のサブスク、ナイスナイスナイス。この番組ではとりあえずナイス、他はあるかもしれませんけども、はい、これ行ってきました。これのまあ写真を早速見てみましょうか。1枚目いきましょう。早速いきましょう。写真です、ドン。はい、こわちゃんね。あー、またおべべも綺麗なおべべしまして、キュース腹手、このキュース腹手の説明が、まあ、合ってるんですけどね、小樽で財を成した貿易商の邸宅ということで、まあ、お家でございますね。歴史もあります。書いてます。大正何年だろうね、1912年ねのお店でございますね。皆さんね、こわちゃんかわいい、あ、どうしたんですか。あ、行ってない、あ、行ってないってことですね。じゃあちょっとこちらで韓国のりに思いを馳せてください。今ちょっとこうやっちゃってやりますから。さあ行きましょう。次の写真でございます。ドン、応接間に行って、ドン。おー、運河っぱと二人、なんかこれはこれでなんかすごいっすね。なんかちょっとした階段みたいな感じですけどもね、いいっすね。はい、首脳階段、あ、首脳階段、小樽と札幌の、あ、半沢ごっこ、あー、確かに半沢ごっこと言われても過言ではないですね、うん、あー、いいですね。じゃあ行きましょう。次行きますか、こわちゃん。あ、こわちゃんは誰の役ですかっていう。こわちゃん、総理大臣の人じゃないですか、あの三原純子みたいなやつ名前は出しちゃダメでしょ怖い感じのね、大臣。僕はあんま見てませんから、嘘を言ってても仕方ないですけどもね。あ、大和田さんということで、はい、じゃあ続きいきましょう。常務じゃねえか。続いて人数制限のある中での撮影会&サイン会の様子です。いきましょう、ドン。なるほど、これはですね、テーブルが確か、この写真はこんな感じですけど、テーブルで確かサインをしてて、お客さんもそれぞれの距離で、座りながらサインをしてたって感じになるのかな。いいですね。あ、サブスクありがとうございます。いや、多分あれでしょうね、ファンの方とかはこのスタンプを押したくて押したくて仕方がないでしょうね。僕もそう思います。押したいだろうなと思って。金業部の奥なんだけど、ブルーシート敷くしかない。なるほど、あ、確かにね、ブルーシート見えますね。いや、いいですね。さあ続いてこちらです。飛沫シートが必要なのかなというタイトルです。いきましょう、せーの、ドン。あ、これですね。そうね、あんのかって言われると若干の、いや、でもお客さんからの飛沫も防ぎますからね。これこの後外してもらった、いらなかったんですね、いらなかったんです。結局ね、鼻で突き破るって書かれてますけども、あ、速攻外した。いや、いいです、これ気遣いいいですね。現場で多分いらないでしょってなったっていうね、そこはすごくいいと思いますこれあくま先生の対策、これありますが、あとで見ますね。あくま先生ね、次参ります。次はこちら、オリジナル色紙でサイン中ということでいきましょう、ドン。あ何でしょう、オリジナル色紙の写真があるわけではないんですね、これね。写真、サインをしてる写真があるで、こわちゃんのね。お友達は、あ、座ったままだったんですね、書いて渡すみたいな感じの。あ、なるほどなるほど、この色紙は宝物。あ、そんないい感じの色紙だったんですね、いいですね。いや、お名前だけ先にいただいて、なるほどね、書いてもらって配るって形だったんですね。そうですね。分かった分かった、何をしたいか分かりましたよ。いきますね。あ、じゃあまだ書きますね、これね。はい、どうぞ。こちらね、これサブスクに行きたいって、奥さんスタンプ押したいでしょっつって、ポチッとよろしくということで、はい、どうぞ。この、イベントだけのスペシャルサイン色紙ということで、いいですね、サイン大使ということで、いいですね。こちら、ね、参加された方はすごい宝物に、宝物と書いてますけど、宝物にしてくださいね。さあ続いていきます。こちら、お絵描きですよゲーム、いきましょう、せーの、ドン。これはあれですか、お絵描きですよっていうことは、あのドサンコワイド189ぐらいですか、今違いますか、もう17177ぐらいですか、フルドサンコワイド32ぐらいですか今僕がの奥さん、まるまるですよですよね、きっとね。
合ってますそれ。○○で○○するっていうやつ。あーなるほどなるほど、あなるほど、丸々で何々する何々悪魔とかなんか、じゃああれなんですね、あーなるほどね、ウンガッパちゃんの足長さすごい長いっつってあそういうゲームだったんですね、足長いゲーム。あ今アドサンコワイド179なんですね。あーなるほどね、僕がまだこっちにいた頃は180がね、あのちょうど市町村合併というのがありまして、ドン、みんなに当ててもらう、あ何書いてるかって当ててもらったっていうのを手を挙げてもらって答えてとか、そんな感じですかね。はい、で次、水天宮神社にて撮影いたしました。こちらドン、はい、あいいですね、こちらもなんか雰囲気あっていいです ね。まあまあちょうどねデートつって、あまあまあいいですね。確かにあの季節もねちょうど僕来ましたけど、ちょうどちょっと肌寒くなるような時間っていうか、まあ暑い感じはしなかったですけどもね、昼間もねいいと思います。さあ悪魔がまたあの一筆大きな始めましたので次行きたいと思います。海が見えたんだよ、あロケーション的にね、なるほどね、なるほどね、ロケーション的に海が見えるシチュエーションだったということで、あのコロナ退散のお願いもしたということで、お客さんからもいただいておりました。最後、境内から小樽の海をバックにということで、あさあこれですね、これがじゃあロケーションとして出てきますよということでいきましょう。せーのドン、おーいいですね、いいですね、なんか今回カメラちょっと気合い入れてます、いつももらってるやつよりも結構いい感じがするのはあれですか、担当の人がいい iPhone に変えたとかですか、もしかしてなんかいい感じの写真に見えますけどね、うん、なんかありそうですね。まあ、小樽から いい感じでお金引っ張れませんかねあのリアルな話お金引っ張れませんかね、うんですね、はい、和風のドレス着たの、あーいいですね、あーなるほどなるほどなるほど、ちょっとねいつもとまた雰囲気違う感じの、いいですね、皆さんもねこちらもね行った方いらっしゃい、まあこういうご時世ですからそんなねたくさんいつもよりいないかもしれませんけど、行った方はねいい思い出になったんじゃないでしょうか。小樽もねなかなかいい街ですから、チャンスがあればぜひ遊びに来てほしいですけども、そろそろね東京も GoTo トラベルなんかもなんか解禁されるとかされないとか言ってましたし、GoTo イートでしたっけ、ご飯も食べたりとかしますから、こちらもねすごく楽しんでいただけたんじゃないかと思います。あーなるほどね、小樽の文化財を使った町おこしなの、確かになかなか旧素原邸に行くことはないですからね、あとてもいいあのなんていうのかな機会だったと思います。なんか結構ね僕ら札幌の小学校の子とかは中学校時代に小樽とかの町の、ね、いろんな歴史的建造物とか行くんですよ。今あるかとか、昔はあの大道倉庫っつって大道食品かなんかせなんかなの倉庫行ってとかね、ふすま開きづらかったまあでしょうね、油巻くわけいきませんからね、ぜひともこれに、行けなかった方とかもチャンスあればぜひ小樽で1日過ごしてください。あの注意点がね、小樽から札幌に行く電車がそんなに遅くまでやってないってことがあの一応ヒントとして、多分11時ぐらいとか10時半ぐらいが最終かもしれませんので、あの飲みすぎないように昼間行ってください、たくさん。そのお宅めちゃくちゃ風情があってよかったね。あと階段難波急っつって、あそうです、昔はね結構ね急な階段とか多かったと思う。これも行きますか、一応1枚ね、ドンこれはマスクしろ水野さん、いやほんとね、あとあれなんですよ、最近あいいですよ、あの水飲んだだけで怒られるんですよね、あのあれなんですよ、ユニクロで熱測るやつあるんですけど、あれがもう設定でマスクをした状態で体温を測るようになってるんで、体温はクリアしててもマスクしてなかったら通れないんですよ、ピーって、マスクしてくださいって言われて、最初俺ね何のことかなと思ったんですよ、マスクしてんのに、あ顎ねっつって、顎にマスクしてたからすいませんしたっつってやつなんですけどもね。さあ書いてますね、こわっちゃんおいしいもの食べましたかっつって、おいしいもの食べれました、ホタル、これねメッセージを強調する引き換えをした方がいらっしゃいますね、これ初めて見ましたけども、はあ、ルタオもらったいいですね、ルタオっていう有名な、小樽では結構有名なとか、まあ、全国的にも知ってる方多いと思うんですけども、お菓子屋さんがありまして、こちらねお菓子結構美味しいですね、こちらももしよかったらで食べていただければなと思います。デューブル
フロマージュ合ってる、ポセイドン、ポセイドンね、あいいですね、これね有名でございます。もしよろしければ皆さんもね、あの本当に小樽観光地として有名ですので、行っていただければな。あとなんか札幌に宿借りて小樽1日行ったり、まあ、電車乗って旭川行ったりとか楽しみ方もありますし、札幌もね、あのちょうど季節的にもちょうど秋になってますので、丸山公園っていう有名な公園がありますので、そちらの方に行ってみたりとかって楽しみ方もあったりします。じゃあ参りましょう。続いてこれ昨日かな、出来たてほやほやの写真でございます。ユニガーデンハロウィンパーティー2020 あれなんですよ、ハロウィンといえば悪魔小悪魔、いつもねすすきの練り歩いたりするんですけど、やっぱ今年はね多分これだけになっちゃうのかな、なかなか久々外出たんですよ、悪魔書いてますけども、ありますもんね。あ、なるほどね、メガタノということで、メガ盛り楽しかったということで、まあ、なかなかねさっきもなんていうかな、イベントも結構限られる中でですね、こういつもやってる例年のイベントが、まあ、できたのはいいなということで、こちらも写真で振り返ってまいりましょう。まずは1枚目、久しぶりの一面集合いきましょう。ドン、いやいいですね、皆さん元気そうで何よりですよ。何でしょうかね、こう全員揃うのもね久しぶり、マックマンが久しぶりに出たって言ってましたけども、あすごい、私もメガタマだった、アックマ様に会いたいぜってね、また強調して書いていただきましたけども、久しぶりにねこうやって友達とも会えたのはすごくねいい経験だと思います。まあ天気もね写真見て分かる通り良かったということで、いい一日だったと思います。さあこちら、移動はディスタンスサークルで電車移動いきましょう。ドン、あこれですね、有名なやつですね、これ距離取りましょうっていう、いいですね、なかなかこのご時世ですからね。ただあ、なるほどね、2チームに分かれたんですね、2チームに分かれて電車ごっこということで、いいですね。なかなかね距離を取らなきゃいけない、こういつもだとねみんな選択コースバリアって言うんじゃない、思ってても言うんじゃない、ね、色がね特殊だなってずっとさっき見てて、あ選択コースの終わりには色違うなと思ってましたけど、あディスタンスサークル、いやでもちょうどねやっぱり距離をね一応2メートルぐらい取らなきゃいけないっていうところもあったりとか、まあ、解釈がいろいろあったりとかするんですけども、手をきちんと消毒したりとかいろいろありますけどもね、そういうの守りつつ楽しみ、ガス缶かと思ったらガス缶はちょっとねなかなか力があるやつだと思いますけど、さあこっちの絵描いてますけど次行きましょう。次、今年のガーデンはコキア推し合ってる、いきましょう、せーのドン、あーこれがコキアって言うんですか、こわっちゃん違う、これなんかこのほうきの草みたいなやつ、これあ違う、これほうきの草じゃなくてあれだ、匂いするやつじゃない、手に持ってるやつは、あれはコキアのほうき、あやっぱほうきなんだこれ、いいですね、これはあれなの、ちょっとしたところ吐くほうきってことで合ってる、サイズ的にはそういうってことは、一瞬ラベンダーかと思いました、違いました、ね、これはそうだけど大きいのもあるんだ、あ作れる、あなるほどね、ポプリ、ほー後ろはサルビア、サルビア、なるほど、へえ。あ、赤いやつ。あ、なら、この赤いやつね、すっごい綺麗な赤いやつね。なるほど。すごい、二熊とも、なんか、やっぱり、もうユニガーデンに行くようになったから、もうなんか、自分の庭のように話すね。人んちの庭なのに。自分の庭のように。あ、なるほどね。うちの庭、別宅や。二熊とも同じ見解ということで、クイズ番組があったら、まあ、二つの正解ということになります、はい、続いていきましょう、顔出しもコキア、いきましょう、せーのドン、あこれね、あ真っ赤ですね、すごいけどコアちゃん鼻しか打つね、サイズ的にでも結構小さくないですか、あの穴んとこ大丈夫ですかね、これね、お客さんね、あ子供用なのか、でもサイズタッパ的には結構いい身長だと思いますけどね、
あ、なるほどね。昨日は緑と赤半分ずつぐらいだったということでね、あのいろいろこうこれから色が変わっていくのかな、緑から赤に、あの見れた方はすごい良かったんじゃないかなと思います。続いてまいりましょう。ハロウィンのコスプレキャラコレでみんな仮装。あー、これね、いいですね。これあのハロウィンのね一つの見どころでもあります。いきましょう、ドン。お、すごい、なんかあれですね、若干みんな久しぶりだから変な言い方ですけど若干緊張してる感を感じますね。なんかこの状態で、なんか僕が言うのもなんですけど、この状態で各キャラクターの皆さんたちちょっと緊張してらっしゃいます。これたまたまなのかな。なんかいつもよりもこう、なんかそうだよ、アマビエ、アマビエわかんない、アマビエわかんない、なんかすごい、なんかシシビシシビ、あーシシビなのこれ、なんかわかんない、行った方とかわかんない、わかるかもしれない。個人的にはなんか、あ、レレレのおじさんと魔女っ子、魔女っ子はちゃんとレレレのおじさん、なるほどね、はいはいはい、ほうきがね有名ですけども、なるほどね、うわすげえ、それあれですね、今あの運河っぱ書いてますね、こっちはね、光源氏って書いて、光源氏ですね。なんか、うん、まあいいですね。でも久しぶりにこう見れるのもね。さあ、こわちゃんが絵描いてますけど、次の写真に行ってみますね。さあ参りましょう、次の写真こちらです。キャラクターたちとサワ会いきましょう。せーどん。いや、なんかデザートじゃない、それっぽいやつじゃん。そうだね、ケーキセット、はー、あのコーヒーはあれですよね、悪魔がでかいんじゃなくてエスプレッソってことでよろしいですね。悪魔がめっちゃでかいからではなくてエスプレッソ。あとなんか何でしょうかね。あのあれですよね、魔女の焚き火の機器が入ってます、あそこにね。なんかこうこの辺のね、なんだろう、っていう、トマチョップからすると機器は何なのって思ったりとかするときもありますけども、あ、こっちできました。あ、なるほどね、違うんだ、名前が違うね、失礼しました、ちょっと待って、こっちゃん先取るね。あ、待って、行く行く行く、はい、行きましょう、ガパピエ様。ガパピエだったんです、ガパピエね、はいはいはい、ティーパーティーかわいい、あーなるほどね、あ、ジジジジね。あ、ちなみに悪魔様、あのコーヒーにはミルクを入れるタイプですか、ブラックで飲みますかって意見ありますけど、どちらですか。こういうね、大事に気にする方もいらっしゃいますからね、こう結構いろいろあると、悪魔小悪魔以外のスタンプも、あ、こうミルクコーヒーだそうです、悪魔はミルクコーヒーだそうですね、はい、あ、名前のが結構好きかもしれません。続いてまいりましょう、いいですか、続いていきます。フリードリンクコーナーでコーヒー入れる、あ、いいですね、コーヒー入れたんですね、悪魔先生ね、手伝いました、いきましょう、ドン。あ、悪魔もこうやって手伝ったんですね、あ、これはじゃああれなんですね、お客さんも入れるコーナーでキャラたちにがこうコーヒーついてくれたりとか、サワカ一緒にしたとか、そういう感じなんですね、なるほどなるほど。ドン、コアちゃんのティーパーティーの時ユニドの血だらけになった。これなんか聞いていいやつですか、これなんか事務所的に大丈夫ですか、これキャラクター的な問題もあるし、血だらけって書いてますよね、大丈夫ですよね、これきっとね、なんでしょう、お金の地上のもつれですか。どうなの、あ、びっくりしたよねって言って、あ、血だらけになったんだ、チーパーティー。なんか悪魔が小さい笑いを取りに来ますね、やりますね、あ、今ね、黄色いイエローカード出ましたね、あ、ブドウジュース、なるほどね、びっくりしました、そうですね、びっくりしました。次、意思疎通が合わずそれぞれの道を歩み出す、どういう写真でしょう、いきましょう、ドン。そんなさ、ルクプルじゃないんだから、あ、花か、花とかもそうですね、あの歩み、道の歩み変えるって、解散っつって、いやいや、ダメでしょ、ダメでしょ、音楽性の違いによりちょっとね、あの片方ロックバンドですからね。でもディープな方ですよ、ちょっと若干ね。はい、じゃあ続いていきます、続いてこちら、あ、これね、最後の写真でございます。今年のユニガーデンでの集合は、これで見納めということで、いきましょう、せーの、ドン。あ、いいですね、みんな、なんでしょうかね、ユニドの何のコスプレなんですか、これ一瞬見逃そうと思いましたけど、なんかね、みんな思い思い好きな格好したんですよ、これね、にゃんこ。にゃんこじゃねえだろ。
はあ、狼男って言われますけど、まあまあ、あのちょっとね、今年はあれなんですよね、行けた方とかはラッキーだったなって思うかもしれませんけど、今年だいたい北海道の春っていうのはだいたいゴールデンウィークぐらいからなんですよね。でゴールデンウィークぐらいから始まって、まあちょうどこの時期、もしくはまあ行けて10月の第1週ぐらいがだいたいこうシーズンのね、雪とか関係ないシーズンになってくるんですけど、今年はやっぱり5月ぐらいはもうコロナでなかなかイベントもできない中でいろいろありまして、まあ、一応ね一番盛り上がるであるところ8月もちょっとダメで、まあ、9月のこのイベント、まあ、が、まあ、ハロウィンはなかなかいろいろ制限とかあったみたいですけども、できたということで、ちょっとまあ今年はこれでユニガーデンで集まるの終わりですけども、なんか皆さんもね多分巷で感じてると思いますけども、イベントとかがいろいろこう条件とかがありながらあったりなかったり、いやいやいやあるって思ってたけどちょっとやっぱりやめたっていうのがあったりとかしますけどもね。あ、かぼちゃのベレボ可愛いよって言ってくれてますね、ありがたい限りですけどもね。まあまあ行けた方、さっきの小樽の旧須原邸もそうですし、今回のユニガーデンのハロウィンパーティーも行けた方は本当に良かったなと思いますし、行けなかった方とかはちょっと今年はね我慢がちょっと多くなる年なのかもしれませんけども、まあ、やれる範囲でまたイベントとかもやっていきますし、配信もね、あ、行きますか、こちらこちゃん、ドン、自分のことね一番に気をつけるかける全員でハッピーになる、そうですね。ちょっとこの後実は悪魔会、今週末に行われます悪魔会の情報もお伝えしますけども、ね、無理して楽しむっていうことよりもですね、無理の時はちょっと一旦距離置くとか、一旦ちょっと我慢して休んでみるとかっていうのを気をつける1年になる、まあ、これからなっていくんだと思いますので、その中でさっきコアちゃんが言ってました、そういうのみんな気をつけることによって、まあ、事故なく怪我なく病気なく追われてまたやれるってなりますからね、ぜひともこちらの方はまたなってしまったなってしまった仕方ないですから、それはその時はもう考えるしかないので、連絡いただいたりとかしながら、対応していくという形になると思います。はい、ドン、自己管理その中まあそうですね、はい、ぜひともこちらの方も気をつけていただければなと思います。ということで今週末の悪魔会情報、はい、ということでこちらもですね、悪魔会毎年、10月の頭ぐらい中頃ぐらいとか、まあ、時には9月ぐらいやった時もあったかもしれませんけども、まあ、やってる阿佐ヶ谷ロフトでのイベントなんですけども、今年もいろいろ紆余曲折ありまして、イベントは開催するものの、悪魔は札幌でお留守番という形になりますが、スイーツレシピってありますがですね、まずいろいろ整理したいと思います。まずは、当日は阿佐ヶ谷ロフトに悪魔チームは参加来ませんが、私、います。そして、阿佐ヶ谷ロフトを自由を無尽に歩く副社長こと、前川さんもいますね。これね、チケット持ってる方もいらっしゃると思いますけどもね、コアコアコアクアメヌーア、あ、発表、いつ発表、処された隊員ですね、あ、隊長なんですか、僕が隊長ということで、ね、びっくりしたのは、連絡さっきいろいろ打ち合わせして、これどうすればいいですかみたいな話をしたら、いや、なんか着替えだけ用意してくれればいいっすみたいなの言われて、まあ想像通りですよね、なんか難しいことをパスされるよりも着替えだけ持ってきてくれって言われた方がいいんですけども、多分すごい感じになると思いますのでね。ああ、そういうことですね。はい、ドン、みんなのお茶枠で博士を処層つって、もうね、何なんだろうっていう感じで、処層ってなんだってなりますけど、まあまああれです、多分これツイキャスでやるってことになりますので、きっとね、ぜひ放送前にツイキャスの、まあ、チケットとかも多分今後売るのかな、あると思いますので、こちらの方確認していただきつつですね、状況確認していただければと思います。あ、多分悪魔のツイッターとかをかけていくと情報出てたりとか、あともしかしたらブログとかでも出るのかな、あると思いますので、こちらの方気をつけていただければと思います。で、こちら注意事項になります。まず阿佐ヶ谷ロフトに来てこの処せる人たちのチケットはの販売は受付は終了しております。で、続いて当時そのチケットを持っている方たちは体調管理は自分たちでしっかりやってもらって来場してください。で、来場される方はマスクの着用をお願いいたします。
替えのマスクをご用意しましょうって書いてあるからちょっと怖いですね。何を言ってるのかさっぱり分かりませんけど、まあそういうことです。で、イベントのイベントおよび配信画像の撮影、画面キャプチャーとかですね、あとはスクリーンショットピッて撮ったりとか、録画録音っていうのやめてください。チケットを持ってる方たちだけで楽しむところもありますし、それが守られることによって踏めるアクセルもあるってことです。いいですか皆さん、大人の人たちみんな分かると思いますね。ああそうですね、ああなるほどなるほど。そうですよね、はい、こちらドン、初の配信解禁だけど NG が多いイベントということで、今までね、なんでこうやって言うかというと、今までなかなかアックマッカー行けなかったよって人たちもいます。で、台風でね行けなかった人とかもいますね。そういう人たちのためにもね、そうですね、そうです、そうです、アングラのイベントですからね、こちらね、アングラぜひ皆さんね守っていただきたいと思います。すごいですね、こわっちゃん、この絵がねすごいですけども、あとでちょっと見ます、一応こわちゃんじゃあ見せていただきたい。あ、なんか書いてますね、こうやばいっすね、なんか一着じゃダメかもしれない。あ、これねイベントあーなるほどね、はい、こちらあくまドン、公害禁止、俺たちだけの秘密ということで、そうですね、これがうまくいけば皆さん何が起こるかというと、また悪魔界ができるかもしれませんし、なんならいつもね季節的に1回だけだった悪魔界もこれが成立するならですよ、悪魔界予選みたいなこともできるかもしれませんから、場合によっては冬とかね、冬とかなかなかね悪魔とか来にくいですけども、冬とかはこの今回やったリモート系にして、いわゆる季節、僕らの季節になったら悪魔が来、まあ、東京に来てイベント参加することもありえますからね、皆さんの参加し次第ね盛り上げていただければと思いますし、来た方は来た方で盛り上げてもらいたい。こわちゃんの映画ね、あーなるほどなるほどなるほど、一回ちょっとこわちゃん見せてください、こっちね、はい、お願いします、ドン、持ち上げてください、これ OK です OK です、ビチャンコリーダーって言いますけど、お茶がいっぱい来てね、お茶をかけられるんだったらまだ100歩譲って、お茶をかけられるならまだマシですかということだ、あえて言っておきたいと思います。ね、悪魔様にも前川さんにも言いたいんですけど、お茶割りつって、熱い場合もあると、熱々の場合もあるし、いやでもあんかけ素人にあんかけネバネバあんかけ、あとまああれですよね、僕から言わせてもらうと、例えば仮にお酒とかかかっちゃうと、もうびしょびしょになって、それにね、その状態で電車乗るのは過酷ですからね。アルコール消毒してあげてんのっつって、もうね、バカばっかりですね。はい、ということで、であと最後、言ってますけども、ドン。安心っつって、安心って、こちら、それらを、まあ、SNS とかね個人ブログとかに上げてるのやめてください。あくまでもクローズのイベントということで、あくま会楽しんでいただければと思います。ライブのチケット、ライブ配信のチケットの発売は、ここで僕の台本は切れてるんですけども、やるんですよね、間もなくということで、はい、間もなくでございます。現地には行けないけれども、現地の会館の感じを味わいたい方とか、こちらの方はぜひともですね、悪魔のツイッター等々をチェックしてみてください。ありがとうございます。ね、で、こわっちゃんのメニューがあるのかどうかは現地じゃないですか、これ。一応、多分ですね、僕が知りうる限り、現地に行かれる人は普通に多分メニュー頼めるはずです。あ、コロナで中止や。残念残念、でも多分飲食は、あ、当日 T シャツ間に合いそうですか、間に合いそうですね、きっとね、きっと間に合うと思います。私も今日もらいましたし、多分早い方でも届いてて、届いてない方は多分明日以降、明日明後日、発送は全部終わったそうです。なので住所トラブルとかがなければ、早ければ明日、多分遅くても明後日ぐらい届くんじゃないかなと思っておりますので、もうちょっとお待ちください。あ、昨日届いた方がいらっしゃいますね。多分地域によって、多分札幌、
皆さんが思っている以上にあのベガスターこと悪魔小悪魔たちは手作業でやってるはずなので、なんて発想も札幌から出るので、あの多くの方たちの東京の人とかが届くのはもっと遅いと思います。ドン北国は遠いのよつって、あの、あ、土曜日届いた方はやっぱりそうですね、あの多分ですけども何回かに分けて発送してると思います。ですので早い方はもう届いてますけども、まあいろんな事情により遅れてる方とかは早ければ遅くとも、まあ、今週あつめつめしたよということでね、今週明日明後日ぐらい届くんじゃないかなと思っております。こちらの方もねお待ちいただければなというふうに思っております。ということで番組自体はこれになりました。あ、で一応そうか、次回の放送の時間もね言っとかないまずですね。くまちゃんの配信予定、悪魔界 4DX オンラインは10月の3日、10月の3日は土曜日、こちらやります。そして10月の12日はくまこれ、そして10月の15日ビストロコアクマ、そして10月の21日は、小熊酒となっておりまして、この他の配信は小悪魔ブログもしくは、コアファンの番組表でご確認ください。そして次回の、イオシス熊牧場のピクシブファン、あーごめんなさい嘘でした、イオシス熊牧場のピクシブファンボックスができてて、そちらでは今日の番組の写真だとかもしかしたらなんかちょこちょこね、今回悪魔界のあの阿佐ヶ谷ロフトの様子とかをもしかしたら僕が現地にいるので写真を撮るかもしれませんし、最悪ねあの使用前使用後の私の写真があの出るかもしれませんので、こちらの方は温かい目で見守っていただければそうですね、あのその辺頼むよ俺様の代わりにって言ってますけども、何が僕不安かっていうと、俺様の代わりにやるんだとすると僕があの着替えを持っていく必要ないはずなんですよ本来でいくと。俺様の代わりだったらね、俺様の代わりがもしかしてお客さんだった場合に関しては俺は代わりいりますよ。なぜならお客さんはいつもカッパを着てたからあのちょっとまああの写真ね撮れる範囲で撮ってきますので、デビル前川に認してるから、デビル前川ってね前川副社長でございます。あ、でちょっとあれですよ、悪魔先生にあの挨拶をせんのまま阿佐ヶ谷ロフトの店長変わりまして、そうなんです、女性から男性に変わりまして、ちょっと待ってね、あの機会があればあのね、結構有名な方で、何店舗か店長とかやってる方なので、あの全然ロフト系のあれはあれなんですけども、まあまあ前川さんがね多分また睨みを聞かせるんじゃないかと思いますけど、店長に対して何くん、確かね渡るくんだったっけな、違ったらごめんなさい、あの確かあれでも発表してないかな、なんかねあれなんですよ、前のね奥原店長、女性の方だったんですよ、奥原店長が渋谷の店長になったのかな、渋谷のロフト9の店長になったはずです、確か、ごめんなさい、あの分かり次第またあもしかしたらその悪魔会の時もしかしたらあのきちんとね発表あるかもしれませんので、そちらの方も行ける方は確認してみてください。で次回の放送の話もしましたね、10月の26日、ドン渡くんいや本当かな、渡るくんのイメージですよね、はい、じゃあいきましょう、次回が、10月の26日月曜日になっておりますので、もしかしたらその時になんかまた新しい話ができるのかなと思いますし、ね、もしかしたらもうちょっとね楽しいことができればいいなと思っておりますの でもしよろしければ、ね、チャンスがあれば、ね、みんなで盛り上げたいと思います。博士って、あ、待って、ね、博士ってコンタクトあるのって来てますけども、こっちのね、え、僕ないっすよ、ないっす、だから替えの眼鏡をね用意しとけばダメなんですよ、あ、なぜなら万が一の時にあの眼鏡ってなるんで、あのちょっと代わりの眼鏡はいるかなと思いますね、予定しとかないとまずいっすね、水中眼鏡にするんだ、あーちょっと探してみます、なかったらやめますとかなかったらなしでいきますけども、ね、そしてこっちの端末だけでね Wi-Fi が切れる、あ、切りましょう、ね、みんなすごい染みるよビールはっつってビールかけかい水着はっつって、こわっちゃ東京にも秋ってあるからね悪いけどちょっとね気になりますけども、じゃあちょっとねまあちょっと僕も準備しますので、ね、前あの一番きついのは前川さんからも
あのベガスサイドからも特に連絡がないってことが一番不安ですあの僕の健康状態です確認もなしで不安だってことだけ伝えておきます。さあ参りましょう。今日も時間が余ったのでゲームをするぞの回でこの後一応 PV が流れまして、 PV 流れてる間にゲームの、準備をして、ゲームをしたいと思います。クック極めるね、前回もやった料理ゲームを今日はですね、2プレイじゃなくて4プレイ4人プレイで楽しみたいと思いますので、オーバークック2というゲームになっております。ね、ぜひ時間のある方はねこちら任天堂スイッチでありますので遊んでみてほしいと思います。悪魔小悪魔本当二熊ともあれだよね、双子だよね、同じ絵描いてるもんあの恐ろしいわ、何にも打ち合わせしてないのに恐ろしいよこの二熊。あーなるほどなるほど、こちらね待ってる方はちょっとすごいのはさっきテストでいろいろプレイしたんですけど全く協力プレイができないというですね、恐ろしい感じですね。じゃ先にこっち行きましょう。ドン、こわっちゃんはキル係やりたいって言ってます。悪魔は、はい、オーダー溜まってんぞっつって洗ってますね、洗ってるんで、あじゃあ炒めてますね、チャーハンですよきっとね。はい、ということでじゃあ MV 見てる間に皆さんちょっと準備しますのでお待ちください。そしてこの放送先ほども言いましたけどもサブスク、皆さんからのサブスク募集しておりますね。サブスク使えるとリアルに悪魔小悪魔そして、私のスタンプ使えますので、もしよろしければこの、待ってる間でも構いませんのでサブスクに登録してみてほしいなと思っております。じゃあ一旦 MV の方をご覧ください。あんな顔してあ
これ画面こっちにどっちなんですか。僕映ってます。僕映ってます。あ、じゃあ今あのテストプレイをやってるんですけど、あのね、厨房が汚いまず厨房が汚いわ。ここから拓也が入ります。はい、なんとなくもう始まってますけど、はい、あの多分みんな試運転中ですね。1の1ですね。はい、青いシャツが悪魔、赤いリングになっているのがコアちゃん、黄色のカレー色の服着てるのがニックマ、はい、そして緑色が私拓也でございます。はい、汚い。1の1なんで刺身のステージなんで、魚を切って出すかエビを切って出すかっていう2択なんですけども、どうですか進捗は。チームプレーができてないとこ最高ですね。そうでしょ、うん、あとこれ汚いっていう。汚いですね。衛生的なものです。衛生的なやつを置くっていう。結構ステージが長いんだよな。5秒ですよ、5秒ですよ、5秒ですよ。676点。拓也です。はいはい、どうでしょう、星いくつでしょうか。星3つです。あー、でもいいんじゃないですか。ちょっともう一回やります、この面しないとお客さんがね、お客さん納得しないですから。そうですよね。じゃあ B ボタン押してください。 B ボタンですって。悪魔 B ボタンですって。やります。4つ星の2800点はなかなか取れないと思います。これでもみんなで協力したらいけんでしょ、こう戦ってなければ。全員でね、ガチでやればね、いけるかも。いけるかも。一人じゃ無理なんだ。一人400ぐらい。一人だとね、四つ星1000点なんです。あ、なるほど。人数によって点数変わります。なるほどね。それぐらいやれってことだよね。刺身を。床に魚散らばってるけどって書かれてますけど。べったりね、床にね。うん。A ボタン長押し。あ、そっか。これ、さっき言ってたコンボができると、どんどん点数上がっていくんだ。そうそうそう。オーダーの左から順番に、オーダーをこなしておくと、連続でコンボが決まって点数がいっぱい入ります。やべ、間違った。なんか結構みんな大人なプレイが始まりました、ね、さっきとは違って打って変わって静かになりました、ね、大丈夫ですか。あー、エビが転がってる。衛生的にやばいけど衛生面はさておき、いっぱい出しておくと効率がいいです、うん、なるほどね。まあお客さんが食べてお腹を壊すかどうか別問題ですね、うん、このゲーム子供にやらしたくないね。そうだね、うん、そうやって言われちゃうでしょ。これあれですよね、悪魔が青だっけ。そうです。なるほどね。エビ入ってる、エビ入ってるよ。役割分担とかするとね、本当ははかどるんですよ、うん、皿が邪魔、皿が邪魔なんか混み合ってますけど混み合ってますけど大丈夫ですか。そんなに混み合う必要ないんですよ。うん、冷静にやってもらえればね違う赤誰、赤誰、赤コアちゃん。コアちゃんですよ。コアちゃんの床に物置きすぎじゃん。あ、エビ、エビだ、エビ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 だから違う。ちょっと待って、これ。あ、皿がダメ、皿がない、皿がない。めっちゃ、めっちゃオーダー溜まってきた、オーダー溜まってきた。鮭乗っかっちゃってる場合、一回ゴミ箱に捨てると開けられます。なるほど、なるほど。エビばっかりだな。エビ来てる、エビ来てる。皿は。いい感じじゃないですか。うん。黙っちゃいますね。うん。ガチでやると黙ります。ああ混み合ってます。あんまり点数伸びませんでしたね。うん。あ、博士拓也さん連携している。こらこら、クマたちか。これはクマたちのせいか。
でもまあ分かりました。なんかこううまくやれてますよね、はい、うまくやれてますよね。いいじゃないですか。はい、でもう一回あのあ青が悪魔、悪魔、赤がコアちゃん、はい、グリーンが高いつキロ俺ね、はい、はいはいはい、じゃあ A ボタンを、ね、入ったから入ってくれた方いますね。あのありがとうございます。サブスクありがとうございます。ありがとうございます。博士が黄色なのはカレー色だからです。カレー色だからですね。わかりました。カレー美味しいんですよ、ほんとね。最近米もさ、最近なかなか食べないからさ、そうなんですよ。今なんか玄米みたいなやつがあのレンジでチンするタイプの玄米みたいなやつ食べてて、あ、食べるときはね、米を。いやーもうね、さあ、悪魔どこ行くのか。いやいやいや、悪魔はちょっとあまりちょっと冒険しすぎると全く行かなくなるよ、俺ら。1の2ですね。はい、これぐらいの方がいいんだ。ほら、お米が入ってきてね。そう、これちょっとこんなんかみんなちょっとあれなんじゃないですか、ちょっと気になってくる感じじゃないですか。コアちゃんも悪魔さんを真剣な顔してる。わかります、皆さん画面通して。わかります、真剣さ。わかります。さあ行きましょう。これ海苔巻きとかなんでね、だから切って鍋で皿の上で合体させるの、海苔と3つ。そうですね。そうすると海苔巻きになるの。順番は構わないですけど、 なんだけど皿の上に3つ乗っけると、うん、海苔巻きなんだ。できます。米が一番時間かかりますね。米どこだ。あ、だった米そこか。あ、俺米落としてない。落としてない。米入れさせて。米入れさせて。なんか担当とか決めません？あー、俺米担当になります。じゃあこれ米置いてきますよ、こうやって。じゃあ俺魚担当になるね。うん、ちょっと悪魔先生、すいません、悪魔先生、すいません。ちょ、米これ出して誰か。これ出せないの、これ。これ皿の上に乗っけんのこれ、もしかして米って。だからさ、米床に置くのやめて。あ、米ってか米コロンに置くのやめてくれる。ちょっとこれ皿の上に行っちゃいてなんでさ俺持たせんのこうやって。置けた置けたよね、置けたよね、置けたよね。ちょっと鍋ちょっと米邪魔なんだ。誰か提出しないと皿がね、開かないんですよ。はい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 。皿どこ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 。今ここに1枚ありますね。ちょこれなんかご飯乗ってるよ。あ、ごめん、海苔捨てちゃった。ちょ皿は？あ、上にあんね、上あんね。はい、はい、置いたー。はいはいはい。はい、そして皿もう一個ない？最後皿もう一個ない？あれどこだ皿？皿見つけらんないよ。皿あんまりたくさんない。ここに1個ありますよ。あれそこご飯乗っかってるもん。あ、そこに1個あんじゃん。はい、乗っけた乗っけた。思いのほかはかどりませんね。うん、これ難しいね。あったあったあった。これさこれ米はい、乗っかった乗っかった。入れる生米じゃないかこれ。あ、大丈夫か。うん、 ここにね、あの鍋置いちゃうとね、海苔取れない。うん、はい、できた。米できたよ。あー、捨てちゃった。捨てちゃった。ちょっと待って、一個かなんか入れてる俺ら。大丈夫。あ、これ何、これ魚が邪魔してる。これね、後で見返すと楽しいんですよ。ちょっと待って、ゴミ箱にボンボン落ちる音する。やべやべ、火つく危ない。俺なんか全然戦力になってない気がする。ちょっと待って、心配。ちょ、米よ米。あっちおじさんが邪魔なんだけど、これ出入りのさ、出入りの人が邪魔すんだけど。おじさんが通過するのはね、それしょうがない。しょうがないの。これ仕様なの。仕様です。痛い。米をね、ダイレクトインすることができます。なるほど。あ、そういうのができるのか。はい、米できたよ。あ、誰か取られた。米できたよ。米ちょうだい。はい。見た。はい。どうでっか。948点。一応
俺何にもなんで捨てちゃうのってさっきのあれですね、僕のポイティスですね。これなんか一応はなんか一応はなんかできそうですね。はい、460点でもう十分です。 そうですよね一応これ平均点ですね、切ってね、460点いいと思います。いやでもなんかいけそうですね。じゃあ次いきますか。もっとで上げますレベルボンボンいきましょう。これなんかうまくいける。え、何で飛ばすんだっけ。 B ボタンはダッシュでしょ。捨てるは X で捨てるんだ。 X で投げます。投げる、投げるか切るです。なるほどね。これね、ぜひこうイベントでやりたいですけどね、皆さんと一緒に。そうですね、もし冬なんかクリスマス会があるならあのクリスマス会があるならやりたいですね。さあ、悪魔どこへまでキッチンカー進むのか。いやー厳しい。入った、迷い中入った。これどこでしょう、どういうゲーム。1の5。うわー、これなんか、あ、投げるやつですかこれ。左の気球と右の気球が移動しますね、縦方向に。何作るのかな。これ飛び乗れんの。パスタかな。これ飛び乗れないの。ダッシュするとちょっと隙間あってもいけます。ああ、なるほどなるほど。パスタ、パスタを茹でてトマトを切って、切ったトマトを炒めて合体して完成です。うわー、これみんな自分で作る人とも手分けする。それね、決めた方がいいと思うな。そうだよね。麺どこ、麺どこ、麺とかあんの。あ、トマトもらっちゃった。あれ、連投がうまくいかないな。ああ、できねえな。なんかあれ、なんか色ついてるよ、上上上上風が吹きました。ああ、はいはいはい混み合ってますね、うん、誰か作ってる人いる。俺パスタしか温めてないんだけど大丈夫これ。ああ、これどうすればいいの。これトマトとパスタと混ぜんの。でも皿がなくない。皿はここに2つありますよ。これ、あ、これいけるやつ混ぜちゃったけど大丈夫。よいしょ。え、これ何、これで合ってんの。これ持ってきゃいいの。あれどこ行った俺。これ提出がこっち右ですね。右、そうそうそう、右右。あ、落ちたらダメですよ。落ちたら皿ごと失いますから。あ、なるほど。でお皿が今度、あ、いけた。あ、はいはいはい、分かった分かった分かった。でお皿が今度出てこないね。ここから出てきますね。パスタを出したい、パスタを出したい。今洗ってます。はい、あ、サラダ、サラ、あ、あ、そういうこと、そういうこと、そういうこと。こっか、あ、ここだ。で、これも、こうして、これも、こう、こうして、で、これはもうおろしたやつか。これが、これ具材混乱しております。うん、あれ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 、俺どこ行った、俺どこ行った。俺どこ行った。あれがここで、あ、ちょっと出しちゃった、出しちゃった。まだ炒めてない、炒めてない、炒めてない。で、はい、できました、はい、できましたよ。皿どこですか、皿どこですか。あれ皿ない、皿ない。燃える燃える、あ、燃えてない、大丈夫です。あれ皿がない。皿ね、ここに1個ありますよ。あ、洗ってないですか。これが煮えてるからこうですね。なんかパスタがいっぱいありますけど大丈夫ですかこれ。でパスタ入れなきゃダメ。これ茹でてるの、茹でてないのが分かんないわかんないでしょ。うん、頑張って。全然分からんわ。茹だったやつがありますね。皿、あ、なんかできてんじゃん、そこに。うわ、落ちそう、俺が落ちそう。よいしょよいしょ。これ焦げてんじゃない、もしかして。皿欲しいね。皿ないね。あれ、これ焦げてるわけじゃない。焦げてるよねこれきっとね。あ、それ汚れた皿なんで洗ってください。あ、洗うのか、右上。失礼しました。ボンボンって上がってきた。
お皿欲しいな。はい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 。サラ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 。どこどこ、ここ、ここ。違う違う、どこどこどこ。どこでもいいよ。行くか。はい、浮いた。パスタ、パスタが鍋、鍋、あれパスタ鍋。混み合ってますね。これでこれで。皿は？皿はどこ？皿右上にあるな。右上？あ、トマト乗っかってる。置けない、置く場所がない。はがどりませんね。うん。誰だよ、パスタそのままコンロに置いたやつ。ちょっと待ってよ。さあ、あと3秒。あれ？燃えてる燃えてる。トマト係。ああ、2つ星ですね。残念。失敗した注文が2。ちょっと、これもう一回やります？これちょっとこの面ちょっと協力した方がいいんじゃないですか。思った多少なりとも係決めた方がいいんじゃないですか。大丈夫ですか。博士決めていいよ。あー俺が、あ、なに、じゃあ、え、悪魔は、あ、コアちゃんトマト切るからでしょ。トマト切るでしょ、うん、悪魔はじゃあ炒めるとかですね。トマト炒める。で俺がパスタを茹でるから、うん、タクヤッチがで、うん、盛り付けて提出する、うん、なるほど。じゃあそれでやってみましょう。ちょっとやってみましょう。そんなうまくできんのか。あのすげえ心配。投げれるとかがうまく使えるとな、結構いいんだけどな。こ、燃えてたよ、こわちゃんの頭って。頭は燃えてないですけどね。A ボタン長押しでスキップします。じゃあパスタを、パスタをいっぱい、違う、 X か。それでこれでいいか。トマトもらいます。じゃあはい、パスできたよ。はい、えい、はい、えい。なんか減点出たぞ今。なんで減点だったんだ。あ、パスタがもうないじゃん。さっきよりずいぶんスムーズじゃないですか。スムーズですね。はい、パスタできましたよ。あ、パスタ消火器だ。あ消火器置いてるよ。皿が、皿1枚出てました。置けない。あ、まだこれ煮えてないじゃん。誰だよこんな途中であげたやつ。誰だよ。危ない危ない。皿出てくるかな。ちょっと置くか。ここ、おい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 。黙ってみんなやるよね、集中したら。そうでしょ。やばいよね、このゲームね、超楽しい。楽しいね。それね、間違いはないね。あ、ちょ、ダメじゃん、茹でてる、茹でてる。あー、持っていかないで。あ、ここにトマト置いて。
あ、違う。あ、いけないいけないいけない。でもささっきよりなんか作ってる感じしなかった。お、成長はしたね。成長成長。一応こう分ける、役割を分けるとね、こうやって書かれてるよ、コアちゃんもうトマトいらないんじゃない。みんななんか結構見てんね、見てん ね、 ね、はい、まあ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 、じゃあ次またちょっともうあれですね、もう次の面ぐらいやって終わりにしましょうかね、はい、でもまあ次の面1回プレイして納得いかなかったらもう1回チャレンジありますけどね、ジョッキョロンテは。これでも4人でやったらね、やっぱり役割分担できますから、うん、さっきいっぱい切らさったトマトが置いてありましたね。ちょっと壊っちゃう、もうちょっと作業させればよかったですね、失敗しました。あ、次ね、また、あ、これまた1個ですね、さっきよりもちょっとメニューが増えるんですかね、もしかしてこの雰囲気。ここはなんだ、結構凝ったものが作りそうですね。任せろ。あ、切る係ね。こっちに切る係。OK です。全然 OK です。全然 OK です。サラダか？なんだこれ。サラダか？トマだ。一応キュー、あ、サラダですね。サラダですね。サラダですね。あ、そういうこと？これじゃあ切ったやつを、あれ？俺どこ行った？あ、俺そこ行った。切ったやつを運ばなきゃいけない。これトマトとキュウリとあともう1個レタス、レタス。火がね燃えてますね。あの火消せますよ。あ、ほんと。あれ消火器ない、消火器ないですね。見当たりませんよ今、僕見つけてませんよ。取っちゃった。トマトないっすよ。おお、雷ですね。洗いどこどこ、ここか。誰か落ちました？なんか落ちてますよ。俺ずっと左上からね閉じ込められて出れないんだよね。え、どういうこと？あ、なんか動いてる動いてる。あ、そういうこと？皿誰か洗ってほしいな。洗ってる洗ってる、置いてる置いてる置いてる。レタス必ずいるんで、レタスいっぱい作ってください。はーい。あ、そういうこと、これ燃えてるから通れないんだ。そう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 、なるほどなるほど。トマトは？トマトいる？トマトいる。あ、いるね。トマトと？端っこ落ちますね。うん。トマトと、あれちょっと待って、トマトとトマトと、あー、いてて、トマトとトマト、あれトマト、あ、違う違う。トマトとトマトと、あとは何何何、あれ、あー落ちた。え、こういうこと？これね、最終ワールドの最終ステージはね、ステージが変化します。で、トマトと鍋あるよ、なんか炒め物とかある。パスタかな。どこどこどこ、あ、皿を洗うか、とりあえず。ね、魚が流れてきて、米ですね、寿司ですね、きっと。なるほどなるほど、オーダーがあれですね。まだレタスのオーダーがありますので、レタス切りたいですね。はい、トマト、トマトとレタスと、あれ、トマトとレタス、あれ、トマトとレタス誰か切って、レタス誰か切って、あれ、これどこ行った、レタスあるよ。あ、乗っけて、レタスね、持ってて持ってて。皿洗いどこや、下か。あ、なんか俺持ってるぞ、なんだよ。サラサラ使える、使える、誰か、どっちですか。
キュウリと、ちょっとキュウリが乗ってないのか。あ、あとキュウリとレタスと、あと何、あーもう出しちゃった。レタス、レタス、もう捨てなきゃダメこれ。レタス欲しいかな。ゴミ箱どこ、ゴミ箱どこ。ゴミ箱は下。下。あーだだだ。よし。さあ、寿司ですね。寿司に変わった？あ、米やった。米を置いて、米を置いて、あれ、じゃあ、じゃあがない。じゃあ、じゃあ、じゃあ、ここか。あれ、米、米なくない？あったった。米流れてきます。こうか。あ、ちょ、置いてあった。生、生、生。あ、そういうこと、そういうこと？全然、全然。あれ？あ、終わっちゃった。あの、残念ながら全然総力になってないですね。あれ、おかしいな。あれ？ちょっと、チーム分けするのもこれ難しいですね。じゃあ、なんかコアちゃん切ります。ちょ、もう一回やります、これ。ちょっともう一回ちょっとやった方がいいんですか、これ。だから多分、まあ、B ボタン押してください。じゃあまた博士分けます。チームチーム分けしてください。じゃあコアちゃんでも切る係の方がいいんじゃないですか。俺とタクヤッチがあの運んだり洗ったりとかするので、悪魔とコアクマは切る専門っていうのどうでしょう。ちょっとやってみましょうか、うん、今回煮るとか役ないんで最初は。そうそうですね、最初は切る、切る。来ました来ました来ました。はい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 。ああ、切ったやつ投げられた。ちょっと待っておい、あ、これもうもう定数的んじゃない、これもしかして。おいおい、そのうち洗い物とか出てくるんじゃない、きっと。クマがキャベツが、キャベツはトマト欲しいんだよな。皿が、あ、ちょっと皿と皿と皿と、あ、忘れちゃった。トマトもらうね。ちょっと流し、なんか邪魔してる、すいません、流し。キウイ欲しいな。ちょっと流し邪魔しないでください。皿ができませんよ。できた、皿。皿を置くよ、皿を置くよ。トマトか？トマトあれば1個出せるよ。おい。あ、ちょっと。それ切れてないな。あ、切れてるか。切れてるね。あら、洗い物、洗い物。洗い物が。これどうやって下ろす？あ、切れたトマトが、レタスが飛んできました。あー、やばい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 。どうしたどうしたどうした。コアちゃんが、コアちゃんどうした。コアちゃんが暴れてますよ。大丈夫ですか大丈夫ですか。皿、皿あるから、ちょっと待ってよ。切ってもらって、これで、これで定数的なのかな。よっこらしょ。あとは、トマトと、あ、きゅうり来た。きゅうり来た。きゅうりと、混み合ってますね。うん。あ、やばい。残りのサラダをね、先に処理した方がいいですね。そうですね。さっきのやつよりかは成長が見られる気がしますが、いかがか。キュウリはもういらないかな。サラどこ行った？サラどこ行った？トマト欲しいな。あ、これも出そう、出そう、これも出そう。はい、出しました。一個出しました。キュウリ乗っかってるよ、そこに。米、米あります、米。レタス乗っけたら出せるよ。米。これ茹でたからね、茹でたからね、茹でたからね、これちょっと誰か、誰かちょっと頼むよ。これあとレタス、キュウリ、これキュウリの方で、あ、持ってた、持ってた、持ってた。キュウリと、これ洗い物やるからちょっと。これキュウリ乗っかってるよ、大丈夫。こっちゃんを押しのけました。うん。皿置いとくよ、皿置いとくよ。米ちょっとこっちかな。あ、落ちちゃった、捨てちゃった、ごめんごめん。あ、トマト、サラダダメか、サラダダメか。これ出せるよ、間に合うか、間に合うか。野菜もういらないね。野菜もういらない、野菜もいらないって。皿置いとくよ、皿置いとくよ。もう海苔巻きかな、海苔巻きを作ってきて。ご飯炊いてなくない、本当あれだね。サラダ終わりです。サラダね、これね、もういらない具材をね、ゴミ箱に捨てます。はい。
燃えてんな。おい、なんか静かに燃えてたな。やばい。誰も何も言わなかったね。そうだね。まあ言うとしたら俺しかいないから、ね、よく考えたら誰も言わないって言ってたけど。あと今ねスーパーファミコンのコントローラーでやってるので方向調整が効かない、うん、消えました？消えましたね。野菜をいっぱい捨てなきゃでしょこれ。もういらないでしょ。あ、じゃあ野菜いるか。野菜きゅうりいるわ。あ、きゅうりはいります。米がないんじゃない？もしかして。そんなことない。米炊いた方がいいのかい？米炊かないとダメだね。海苔巻きできてない。終わった。さっきよりは一応いったんじゃない？まあ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 。いやこれは難しいね。大変でしょ。ちょっとこれはまた検討ですかね、悪魔先生。これやっぱりちょっとあの毎月毎月ちょっとレベルを上げていきますか。皿不足確かに。皿不足。同じ麺極めよう。確かに米早炊きして、確かにね、米早炊きしないとちょっときついですね。コアちゃん切るの上手だったって言われてるわ。やったじゃん。いいですね。ちょっと高まりましたけど、皆さんいかがだったでしょうか。また来月、放送したいと思います。来月はですね、10月の26日こちらの放送で、また悪魔小悪魔とともに盛り上げていきたいと思っております。各種の、情報は小悪魔ブログおよびコアファンの番組表をご覧ください。それでは最後に皆さんご挨拶しましょう。まずはピンクの可愛い小悪魔、そして紫のゲーマーことギタリストアックマ。はい、あとはですね、真ん中に座っているのは、アックマ界でどんなことになるのかすごい不安のニックマこと博士でございました。それではまた皆さん来月お会いしましょう。さようなら。またね。またね。